始まりました。毎度おなじみゆうご .tv です。今日もおすすめの本目次読み、こちらを配信していきます。本日おすすめする本はこちら、デデン、私ならこうします、ところジョージ、世直し改造計画。こちらの目次を今から読んでいきます。正義をどうしたものか。その1、正義じゃねえや、正義末をどうしたものか。人生をどうしたもんか。最近の若者をどうしたもんか。小ギャルをどうしたもんか。車の渋滞をどうしたもんか。電気自動車をどうしたもんか。ノストラダムスをどうしたもんか。サッカーをどうしたもんか。プロレスをどうしたもんか。相撲をどうしたもんか。ワイドショーをどうしたもんか。芸能レポーターをどうしたもんか。時代をどうしたもんか。時代劇か。紅白歌合戦をどうしたもんか。政治家をどうしたもんか。その2、身の回りのこと、私ならこうします。5万人をどうしたもんか。みんなどうしたもんかがつくんですね。どうしたもんか言うのめんどくせえから上のやつだけ読もうかな。はい。ああ、さっきまでピント合ってたのに。その3、地球環境なんかについて考える。日本カヤをどうしたもんか。可愛らしくなったクジラ。ニュースとかについてどうしたもんか。通勤時刻をどうしたもんか。その4、ところ流商品開発方法を教えます。商品販売に関してどうしたもんか。だから商品の名前をどうしたもんか。いちご大福をどうしたもんか。ワープロをどうしたもんか。留守番電話を、リモコンの洪水を、プッシュボタンを、プッシュボタンを、電話について、電球を、その後責任者出てこいの巻。増えすぎちゃうものを、1億円手に入れた場合、年度ありの時点での峠を、高速道路が 80km と決めた人が誰なのかについて、予算問題について、石川啄木の単価について、永久ってものがないことを、一円玉を、夏と冬を、タイミングについてどうしたもんか。その6、宗教について考えたりなんかもして、ボランティアを、非常食を、 UFO を見たら宗教的なものを、鉛筆な文明を、偉いと言われる人たちを、その7、教育について考えたりもする。学校の教科書を、ふざけるなという気持ちを、政治革命を、政治家の代わりに行くしの分かりにくい喋り方を、外来語のなんとか、税務署に納める領収書を、 1+4 だけが5ではないについてどうしたもんか。ずるい政治家というものを、と、盗っ人にも3分の利について。その8、政治はつまらないのです。選挙に行く行かないを、悪人をどう裁いたもんか。国際関与について、規制緩和について、平等というものをどうしたもんか。笑顔で死刑判決を、アメリカで余っている空母を、技術の輸出を。その9、楽しい会社とはどんなもの。平均をどうしたもんか。事務所ってなものを、アリンコのように働くのを、男女平等について、会社の張り紙を、政治家はどんな人がなったらいいかについて、蛍光灯を、飛行機のファーストクラスを。その10、かっこいいってこんなこと、再びオリンピックをどうしたもんか。オリンピックを一生懸命戦うのを、ロレックスを、プラモデルの部品が余るのを、ゴルフを、競馬について、車道を、デザインを、シートベルトとヘルメットをしつこくどうしたもんか。
靴の磨き方について、立場について、スーツ980円を不良について、どうしたもんか。の10項目、どうしたもんか。所さんの独自の視点で語られています。もしも1億円もらったら、もしも UFO を見たのなら、想像力のない人生なんてもったいない。右脳を鍛えて意識すれば何かが生まれてきます。だけど便利な世の中、自分の資質を考え、決して背伸びしだけしちゃいけません。コギャルのことから地球環境問題、人生問題につい至るまで、特別書き下ろし含んだ最新版所流世直し改造計画。ぜひ、気になる方は読んでみてください。くすっと、ちょっと面白いですよ。笑っちゃいますね、ついつい。はい。ということで本日はこの辺で、それでは、ドロン